ボルナレフのやつを探しているんだがな。知らねえから。どうする。この城太郎、ポルナレフと違って抜け目ないやつだから、探りを入れて質問しているに違いない。とぼけた途端このわしのことを怪しいと思うかもしれん。めんどくせえわ。ここは本当のことを言ってやる。そしてこのわしに背を向けた瞬間、このハサミで刺してやるわ。あとはスタンドで殴り殺しじゃ。知ってますとも。ポルナルフさんならどこにいるかよく知ってますよ、ジョータロウさん。ほう。まずい、ジョータロウのやつ。ちょいとでも傷をつけられたらおしまいだということを知らねえ。来るな、ジョースターさんと画業員に知らせろ。そのままがスタンド使いだ。今会いました。トイレにいますよ、ジョータロウさん。なんだ、トイレか。このドアの奥か。そうですじゃ。トイレはそのドアを入って廊下の一番奥のドアですじゃよ。この抜け策が。やはりまだガキよの。ポルナレフを殺せばあの世で息子が喜ぶ。そしてこのジョータロを殺せばディオ様がエジプトで喜んでくださる。そうだ、思い出した。一つ聞き忘れたが、ばあさんよ。おやおや、どうしたばあさん。急に転んだりして、何かにつまずいたかい。あ、危ねえ。おお、本当に危ねえな。ハサミなんか持って転ぶとは。大事故にならなくてよかったぜ。よかったよかった。転んだまんまですまねえが、質問を続けさせてくれ。今どうして俺の名をジョータロウと呼んだ。一度も名乗ってないし、誰も俺の名をあんたの前で呼んでないのによ。それを聞きてんだ。なあ答えてくれ。子供の頃、刑事コロンボが好きだったせいか、細かいことが気になると夜も眠れねえ。何を疑ってるんですか。宿長ですよ。宿長にさっき自分の名をお書きになったじゃありませんか。ごはんむせるな。空城長太郎ってね。ほう、宿長ってもしかするとこれのことか。そうです、それでございましゅ。空城九太郎。どこにもジョータロウなんて書いてねえぜ。最初に会った時、ジョースターと呼んだ時から怪しいと思っていたのさ。みんなにも俺の名は呼ぶなと言っておいた。だのに俺の名を知ってるってことは。とぼけてんじゃねえ。もうスタンド使いの追手ということがバレてんだよ、ババア。